どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。さあ、いよいよですよ。今週末から始まります。全日本大学駅伝、各地区の予選会というところで、まあ、中でもね、その中でもやはり一番注目が集まると言っても過言ではないでしょう。関東地区予選、今日はこちらをですね、ちょっと喋ってみたいなと思っております。今ね、参加校ガーッとね、上がってるとは思うんですけれども、まあ、中でもやはり19校目で予選会出場を決めております。筑波大学、こちらがね、もう2003年以来の、予選会出場ということでね、まあ、動画も作ったんですけれども、こちらが、まあ、どこまで、今回予選会でね、順位を上げてくるのか、まあ、2003年大会は最下位だったんでね、少しでも上の順位でね、まあ、予選会、頑張ってもらいたいなと思ってはいるんですけれども、やはり一番気になるのはどの大学が本戦への切符をつかむのか。まあ9校ですからね、上位9校、まあ昨年の大会はね、まあ予選会はかなりのね波乱もあり、いろいろ、ハラハラワクワク最後もね、楽しませていただいたんですけども、今年はどうなのかというところで、まあ僕なりに、4月、5月のね記録会、まあ関東インカレも含めね、各選手の記録を参考にですね、順位予想してみましたので発表してみたいなと思っております。こちらです。さあ、上がってまいりました。はい、こちらのですね、上位9校が、まあ今挙げましたね、9校が本戦の切符をつかむんじゃないかと。まあ特にね、ビッグ4、こちら東海、神奈川、日体、そして順天堂と、この4校のね上位はね、やっぱ硬いんじゃないかなと。まあどの大学のねメンバーを見てももう戦力揃ってきてますし、まあ中でもね、やはり今回期待したのは神奈川大学ですよ。神奈川大学、こちらも楽しみだなと。まあ3組目4組目がね、ほんと強いんで、もうしっかりと、ほんとね、上位、もっと1位に来てもおかしくない戦力、まあ特にね、昨年はね、まあ、悔しい思いもしてますんで、それにかけるね、大悟監督はじめね、まあキャプテンの鈴木選手、まあ、こちらのね、意気込みやっぱ違うと思いますんでね、ぜひとも、頑張ってもらいたいなと思っております。そして、5位からですよね。まあ僕はですね、今回、帝京大学、こちらを持ってきました。まあ、なんだかんだで残っちゃいますんでね、帝京大学ね。やはりこちらも外せないんじゃないかなと。そして次に、國學院。こちらもですね、今季ちょっと調子のいい選手がね、揃ってきてるんですよね。江島選手、向井選手、そしてこちら、浦野選手と、この選手も29年4月5月のね、記録会、しっかりとね、記録出してきてますんでね、こちらもね、残ってくるんじゃないかなというところで、で、そしてやはり、法政大学。やっぱりですね、箱根駅伝でのインパクト、こちらがありますんで、しっかりとこれもね、面白い存在になってくるんじゃないかなというところで、こちらを、持ってきました。そして、ラスト2校。まあ、こちらもね、いろいろ、ねまあ、悩んだんですよね。本当ラスト2校といながら4校ぐらい、ちょっとこれ迷うところがあって、まあその中でもあえて、この2校を選ばせていただきました。まずはやはりこちら、拓殖大学。まあですね、関東インカレの結果から見てもですね、まあ、しっかり走れたんじゃないかなと。まあ、ちょっと5000メートルに参加されたね、ハジ選手。こちらの選手がちょっとね、心配だなっていうところもあって、まあ、それもあってないんですよね。まあ、一組目にエントリーされております。まあ、しっかりとですね、一組目、二組目で粘って、順位をキープすることができればですよ。前回のようにね、3組目、そして4組目で、ジャンプアップということもね、あり得ますので、こちらがね、ちょっとね、まあ、楽しみだなと。まあ、今回もおそらく予選通過は間違いないんじゃないかと、思ってますので、ぜひとも頑張ってもらいたいと思ってます。で、最後に滑り込むのが明治大学と。いやいや、こんな順位でいいのかと。帝京法政よりは上だろというようなね、意見もあると思います。あると思います。しかしですね、ちょっとね、やっぱりね、なかなか結果が出し切れてないところに僕は不安があります。結構ですね、明治大学もね、これ苦しむんじゃないかなと。その後ろに、まあ、今回外してますけど、大東文化、そしてね、創価大学とありますんで、まあ、こちらとね、結構ね、競ってくるんじゃないかなと。もう本当ね、最終組まで目が離せない展開になってくるところだと思うんですよね。28分台を持っている末次選手が今回エントリーされていないというところで、で、4組目の選手が、中島選手と、高口選手というところで、なかなかね、厳しいレースになってくるんじゃないかなと思うんですよね。
まあまあこの辺りでね、休校が決まってくるんじゃないかなと、まあ時点でこの大東そして創価大学というところが来るんじゃないかなというふうに、予想していました。まあいろんな、ね、意見はあると思いますけれどもね、しっかりとそれはねコメント欄の方でね、バン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 、いやいやこの大学は来るでしょうとか、いやその大学はこの順位はおかしいよとかね、多分あると思いますんでね、しっかりと皆さんコメント欄で、こちらの動画を盛り上げていただきたいなと思っております。まあ気になるねコメントが僕もありましたので、しっかりとですね返信してですね、まあなおかつそのコメントに対してまた動画も作れと思っておりますんでね、はい、この1週間、しっかりと関東地区予選で盛り上がっていきましょう。ザワチャンネルでした。